こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッド始めていきましょう。まずちょっとガチャやってみるか。ピックアッププラチナガチャ。ん？ S 以上が2つですね。お、さあ、チェ。あ、これは何だろう。スモモ。百個か。そしてこれは？SSR です。残念。今回はちょっと短めで。やれてなかったダンジョンを40回まで、行きたいと思います。強固の迷宮。おっと、アイテムだ。全面のチェーン。チェーンか。チェーンはあるな。ニューペア？お、サードチェーンがある。天命のチェーンって星5のチェーンなんだ。見てみましょう。
に計略は動いている。速やかに。お出ましのようよ。結構いい、すごいビーム。死より恐ろしい罰ゲームね。いいですね。お、ブレイクした。結構効果が回復ですね。こういうのどう？おお。スピードボール。これ一体。一気に行くぞ。風のささめき。勝利とは我々がね。すでに計略は。こうしてると戦線のことを思い出すわね。お、一体倒した。いいですね。ああ、もうちょっとなのに。絶対食らってないです。倒しました。バトルレポートか。どんどん行きましょう。片付ける。
ちました。これ一体どんどん行くぞ。今39回ですね。もし戻るとし、エナジー切れ戻るとしよう。また40回クリアするまでは今回やります。何かあるようですね。さあ40回来ましたね。速やかに。あ、これボス戦のみか。さあボス戦です。40回ボス。開けろ。勉強させてもらうわ。ジョンやります。まあ力を発揮するときな、解放するときな。やるね。山木様、どっち？ワトくん、すごいね。そう。いい
はい、気づいて、はい。さあ、どういう攻撃が来る？え？一発でブレイクか。いいですね。うわー、今度は。悪くはない。もうちょっとやりました。第3章へ行く必要があるってことですね。これはオーブ強化。みんなオーブ強化されるので、それは天命のチェーンを彼女が持てたの大きい。はい、ということで、以上になります。
遠征？あ、でも選べないな、まだ。星6以上とかある。GP の取得もいるんだな。お、さらに。何でしょうね、これ。お、こんなのもあるんですね。行ってみましょう。オーブの迷宮ってとこですね。ドバイだ。進むべき。速攻で片付ける。ちょっ
さ、仕方ないですね。私らならやれるさ。なんか強い。何この回転。あー、ブレイクされた。強いな。きついせいや。
これは死ぬ。全然効いてないよ。全然ダメだ。これは全滅必死だな。ダメでした。これどうなってんだ？何かあるようですね。すでに一気に片付けるぞ。強い。
ヤスが2。こちらに変えましょう。パワーリンク。中ボスだ。これ一体。
このビーストプリーズンのスキルレベル上がった。まだ順調です。破りました。地産にあるみたいだな。
あれ行き止まり。プレスって腕につけるやつか。強い。完璧な勝利。ムンゴリ覚醒したな。行き止まり。あ、これで 100% になった。地下4階戻りまして、ブレスがない。
そうだけど、やるしかなさそうね。気をつけなさい。これに痛い。テンションチェーン。おお。です。まあ、あたしにかかるとこんなもんよ。はい、エナジーこれゼロですね。一応これ取って終わりにしよう。帰還しましょう。ここまでですね、今回は。アクセサリーも手に入れたので、レベル以上に強化されました。
この辺もやりたかったんですが、ひとまず深夜ということで、ここまでしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。元気。
戻ってきた。はい、ということで今度こそお別れです。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。